エリザベス・アーノワはアメリカ合衆国の女優。5歳から映画出演しているが、特に CSI 科学捜査班のモーガン・ブロディ役で知られている。名字の発音は RNW であり、カタカナ表記ならアーノワ。さらにより一層フランス語風の発音がされる場合のカタカナ表記はアルノワである。日本で一部に誤って、 エリザベス・ハーノイスと書いていることがあるが、これは間違いに過ぎない。ハーノイスはフランス系の名字である。フランス語では H の音を発音しない。フランス語ではノイスはノアと発音する。エリザベスはフランス系カナダ人とドイツ系移民とイギリス系移民の先祖を持ち、このフランス系の名字を受け継いでいる。米国でも言語の発音に近い発音で、 本人が採用する発音が正式のものとして採用される。ハーノイスという名字はブグのハーノイスにちなんでおり、古くは兵士やブグ職人が名乗っていた名字である。ヘアスタイリストを母として、コンピュータプログラマーを父として、その長女としてアメリカ合衆国ミシガン州デトロイトで誕生。ロサンゼルスで育った。下に4人の弟がいる。キャニオンスプリングス高校に通い、 2001年に映画学の学位を取得して、ウェズリアン大学を卒業。ありがとうございます。